はい、はい、はい、お願いします。おはようございます。なんかありますプランとか、どう歩くとか。俺はいつものガニ股を生かしてあんま生かさない方がいいと思うけど。どういう感じやん。俺もこうやっていくよ。カニやん。横向きでいくから俺。ダメだよ。お前は別に本番でやんなきゃいけない。一回本来だったらどう行きたい。まあこっちを張ってこう四足で行きたいよね。俺はそう行くのよね。そっちが俺はそう行く。俺いつも家でこうやってやるから立たせるときに重力にそれだって何もなんで僕の最初とあんまり変わってないやんと思うかもしれないけど、ツヤカットね、そのニュアンス、こたせるところ僕しかいません。ケータリングルームで、はい、ケータリングさんの楽屋に特化していきたいと思います。楽屋じゃないですよね。いっぱいもらっちゃいましたね。もうちょっと食べましょう。はい、もしなんか見たいよって方はまあついてきていただければ。カメラが、ね、見たいよって方は。うわ、うまこれ。なんだろう、なんかいつもと違うね。な、うん、だろう、これ。ダメだ、普通のピザじゃない。逆にお腹すく、これの量だと。確かに、本番に向けてちょっと体力をね、うん、ここで補って頑張っていきます。はいはい。いやもう楽しかったっすね。初の TGC ですけど、やっぱランウェイ楽しいっすね、うん、やっぱお客さんもいっぱいいてね、こうね、いろいろ持ってたりこう手振ってくれたりする方もいて、ね、そうだね。でも俺ね、悔しいのがね、うん、ブランチのねスタッフさんのカメラを見つけられなかった。マジで分かんない。どこに。それ言ってたよね、うん、サイズしてたのかな。してましたよ。え、こうやってどうやってたの。こうやってここでーすって。いやマジで分かんなかった。僕は振りましたよ、ちゃんと。すごいね。じゃ皆さんと目が合ってんだ。シュートは合ってますね、テレビ越しで。はい、今回小野さんとか中町兄弟とかも、うん、あの TBS 初登場。ああそうだね、初出演ってことで、うん、ね、そこもおめでたい。いろいろな出会いがありますねっていう、はい、うん、そんな一日でございました、うん。